谷田ゆりかです。神奈川県出身です。ベストスコアは63です。今日の意気込みはミスを減らして取れるところで取って、アンダーパーでも割れるように頑張ります。今日は優勝目指して頑張ってください。はい、頑張ります。過去3回優勝のゆりかちゃんでした。林有里奈です。長野県出身でベストスコアは65です。今大会初めて出させていただくので精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、優勝目指してアメリカミッションヒルズに来るのを目指して頑張ってください。はい、高橋聖です。神奈川県出身のベストスコアは66です。今日は花粉症に負けないように頑張ります。はい、さあ今年第1回目のリンゴルフフューチャーズトーナメントです。ティーショットは過去3連勝している谷田ゆりか選手です。1組目一番最初のティーショットになります。やや右目にドローで右ラフですが、傾斜が左になので、戻ってきました。よいしょ。よいしょ。一組目が3人打ち終わりました。今日は撮影は2組目前半、3組目後半となっています。はい、どうぞ。おはようございます。森橋愛奈です。出身は長野県でベストスコアは67です。今日は風があるんですけれども、その中でもマネジメントしていいゴルフができたらいいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。おはようございます。瀬賀桃香です。新潟県出身です。ベストスコアは63です。今日はちょっと風があるんですけど、なんか試合もちょっと久々なので、頑張りたいと思います。目標スコア、目標スコアは、アンダーでは回りたいなと思っています。こうやったことありますか？はい、前回させていただきました。はいはい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、すごい数だね。はい、はい。菊池梨央です。栃木県出身で、ベストグロスは67です。今日は、風も強かったり、あとちょっと怪我しながらなんですけど、無理しない程度に調子合わせながら頑張りたいと思います。目標スコアは、目標スコアは、イーブンでいけたらいいかなと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、始まります。1ホール目ティーショット、諸橋愛奈選手です。かなりアゲインストでなってます。ちょっと左にドローがかかりすぎています。左ラフでしょうか。瀬賀桃香選手です。これもちょっと左にドローがかかって左ラフですが、問題はないでしょう。菊池梨央選手です。ティーショット、ナイスショー。フェアウェイ真ん中です。残り153ヤード、セカンドショットです。フェアウェイ左からかなりアゲンストなので、165は打たなきゃいけないと思います。ちょっと右に出てどうで戻ってこないです。右ラフです。こちらも約150ヤード、165打たないと届かないと思います。
をピンに向かってまっすぐ飛んでいます。タイソン、ナイスショット。諸橋選手、残り約140、155ヤードぐらい映しております。ピンに向かって飛んでいますが、あとは距離次第。ナイスオン、ナイスオンでした。約15ヤードのアプローチです。暗い、ちょっと強かった。今のショットはグリーンがかなり下りになっているので、ふわっと上げる技術が必要でした。さあ菊池選手、上りのフックライン、ちょっとショートしてしまいました。諸橋選手は下りのフックライン、かなり繊細なタッチが必要となります。ちょっと打ち切れません。今日はGスピードを少々遅いようです。セーブ、アップアンドダウンなるか。パパットです。ナイスパー、いいパットです。ここはしっかりと出たいところです。2番ホール383ヤード、下りの左ドッグレッグ、このホールも強烈なアゲインストとなっています。狙い目は吹き流しの、約5ヤードから10ヤードぐらい左がベストだと思います。大橋選手のティーショットになります。綺麗に飛んでいます。ナイスショット。選手のショットです。これも、左に飛んでいって、ナイスショットです。セガ選手です。綺麗にドローがかかって吹き流しの左5ヤードから10ヤード、ナイスショットです。菊池選手、受け越えの、アゲインスト、残り153ですが175ヤードライトとなります。かなりのアゲインスト、プラス10ヤードです。低い球で走り負けない球でちょっとオーバーですが、ナイスオン。スーパー諸橋選手の145ですが、これもプラス25プレーヤーでしょうか。かなり強くなります。お、ナイスドローで、ピンの左ちょっとドローかかりすぎてます。距離的にはちょっと大きめでした。
瀬川選手です。ピンに向かって綺麗に飛んでます。距離はナイスオン、室橋選手、約30ヤードの下りのショットになってますが、落としどころが難しいところだと思います。瀬川選手、下りのスライスラインですが、これも速い。ナイスタッチ。タッチでした。選手は90度ぐらい回るフックラインです。これはちょっと強いんじゃないかな。下りを傾斜を読み切れませんでした。パパンと惜しい。ナイスセーブ。3番ホール147ヤードのピン位置です。気温は147、少し上りの風はフォローになってます。かなりフォローになってますので、145ぐらいでいいんじゃないでしょうか。ちょっとオーバーしていたかもしれません。当たりが薄くてショートです。あ、ナイスオン。ショートだと思いましたが、ちょうどいい感じで乗っていきました。ちょっとダフり気味でしたが、あ、これもナイスオン。かなり風が吹いています。ティーグラウンドからは全く強風を感じられませんでしたが、かなり上空風が吹いていて、2名ショートと思ったボールが大オーバーしております。今日はかなりの風が吹いているので、風との戦いになりそうです。菊池選手、かなり、上からグリーンが下っているので、ボールをふわりと上げて寄せないとオーバーしてしまいます。残しどころはグリーン手前、ピン手前5ヤード。ふわっと上げられるか。かなり上げてます。これは難しかった。ちょっとオーバーしてしまいました。画面に捉えられないほどのオーバーでした。かなり開いて打たなくてはならないんですが、クラブの入り具合が、入れ具合が、すごく難しいと思います。
菅瀬選手は開いてません。当てて転がしてきました。菅瀬のこれも大変な難しいショットでした。距離感がすごく難しいという感じです。この下りの調節が難しい。惜しい。ナイスタッチ。大橋選手のバーディーパットです。風が強くて集中力を引き出さないことが重要になります。このホール全員ボギーとなってしまいました。